しょう。これでマイクをつけることができましたと。この IC レコーダーに、なんかこのオーディオテクニカのパワーモジュールっていうのをちょっとつけてみました。これで音声の録音が可能になったわけですね。早速エンジンをつけてテスラ倉庫に行きたいと思います。今はね、あの PCM レコーダーの残り電池量が全然ないから、多分途中で切れて普通に独り言に終わるかもしれないけど、でもとりあえずこれで撮れるかなって思うんで、まあよいしょ、なぜかふらついてしまった。さてさて、GoPro とかを使うと結構費用がかさむと思うんですが、今この装備だとだいたいいくらくらいで元ブログってのが撮れるのかな。ムソンっていうアクションカメラが確か8000円ぐらいで、で PCM レコーダーがこれいくらだったか忘れてしまった。2、3万円かな。でもこれはね、あのこの元ブログをするために買ったっていうわけじゃなくて、まあ家に元々あったやつを使ってるっていうんで、元ブログのためにこれにお金を使ったっていう感覚はないですね。うん、なんでマイクが1000円か2000円ぐらいはしたんですが、買ったマイクがPCM レコーダーに接続できなくて、そんで、まずはね、楽器屋さんに行って、レコーダーがいけないのかなと思って、まあ、聞いてみたら、そのマイクの端子と、レコーダーの、その、要は相性が、なんか悪くて、こう、音声を出しても、それを拾えなかったっていうことらしくて、変換するものが、必要ですよっていうことを言われました。で、まあ、4300円ぐらい。で、で、ピンマイクの先っぽを PCM レコーダーに接続しないといけなくて、それの変換アダプタが、250円ぐらい。300円いかないぐらい。まあ、今回これにあたって使ったお金は、カメラの8000円と、変換モジュール約4000円、1万2000円でと、あとアダプタマイクなんで、ただマイクは、その変換モジュール買うとついてきたから、まあマイクは買ったけど、まあ無駄買い。まあ他の方が買うのであれば、マイク代はいらないんで、そのまま1万2000円足す250円ぐらい。